こんにちは。今回も、花崗豚の無双モード第7ステージ、ラストやね。やっていきましょう。今回は5上限。義軍の5上限なんで、まあそこそこ苦戦すると思う。普通に。てかもうね、大体ね、5上限なんですよ。焦っておるな。この後に及んで戦いを急ぐのか。炎とは、消える間際、その輝きを増すもの。彼もまた消えゆく炎なのでしょう。よくわからん。炎を打ち消し、乱世を平らげる。それでこそ武の道も極められようというもの。今日こそ職に引導を渡す。全軍殺して戦え。さあもうね、曹操はおらんのんで、義軍の総大将は芝居になってるね。芝居と諸葛亮の最終決戦みたいなもんじゃない、これは。さあ、行こう。ああ。実はね、これ一回やっとんすよ、5上限。今さっき取ったんやけどね、負けた。土兵にリンチされて負けた。めっちゃダメージ食らう。マジでめっちゃダメージ食らう。ありえん。本当にありえん。おかしいよね、このゲーム。土兵のシステム。さあ。行くぞ。とりあえず、上の拠点を潰して、でね、さっき負けたのが、下にね、長方がおるんですよ、長方が。あー、いかん、こっちから来るけんいかんのよな、やけん。毎回思えたけど。ちょい、邪魔。もう、こまい、邪魔じゃ。で、こいつよ、こいつら。まあ、さっき負けたのはここじゃないんやけど。邪魔やなぁ、雑魚敵が。めちゃくちゃ邪魔してくるな。よし、これで、あれ。くんなって。うわ、くそ。どこにおる同兵。やばい。ちょっとやばいって、マジで。えぐ。この程度の敵にここまで削られるか。で、過去とね、範囲狭い。普通に狭い。使いにくいです。非常に。で、ここをほっとったら多分ね、土兵がどんどん来るんよ。だけど、こいつをまず潰しとかんと。あー、くそ。やば。やばしか出てこんもん、言葉が。えぐい。どうしようかしら。マジで。体力は？あれ？回復ないの？ここら辺。ないな、回復が。やばくね、普通に。ここ多分カウンね、カウンやったね、前。カウンがおったはずやけん。あ、おらんな、カウン。あ、でも、新鋭隊長おる、新鋭隊長。どこに新鋭隊長おる？今のどこ？こいつか。よし、よし。あ、これも新鋭隊長や。よし。よし。で、この上にもうなんかボスはおったと思う。確か。そいつを倒そう。こいつ。リョカっていう、リョカかな。
な。よしよし。さっきね、あの右下のね、義援をめちゃくちゃいい感じに倒せたんよ。もうこれぞベストみたいな倒し方で倒せてさ、めちゃくちゃ流れ良かったのに、最後の土兵でめちゃくちゃボコボコにされた。長方のとこの土兵ね、長方のとこの。で、軍神がね、おるんよ、あそこに。もう。これ。うわっ！マジか！素晴らしい。果たせぬのか。ああ、二武将を倒すまで6分かよ。長っ。で、どうしよっか。どうしよっか。右下よな、やっぱり。やっぱり右下を倒しに行きたいよね。味方がおるけんな、そこら辺一応。味方がおるだけで全然違うんですよ、このゲーム。マジで。もうね、無双2はマジで、むずすぎる。神ゲー。普通難易度でこの難易度はやばすぎるけど。で、猛将でになってくると、これにね、最強が入ってくるんですよ。難しいのもう一丁に最強っていうのがあって、その最強はね、ほんと、もう、気違いみたいな強さやけん。なんでこんなの考えたいのってぐらい、ね、いげつない。難易度が。できたらね、この孫霊とかもね、連れて行きたいんよね。ふんなってやけん。土兵がおるなぁ。土兵があっちに。おらんか？ほらほら。こいつらよ。やばい。土兵ちゃーん。おっと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 。あー、くそ！もう！うわ、めっちゃおる！え、めっちゃおるやん。やば！これは無理やろ。ちょっと待って。やばいな、やばいな、やばいな、めっちゃおるな。いやー、ちょっと待て！もう！うわ、えぐ。いかんわ。これ死ぬわ。やばい、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 やばい。回復取りに行こう。回復。一個かよ。あああそこの拠点も。いやーちょっと待って、めっちゃ時間かかるかも、これ。これマジで時間かかるわ。どうしよう。ここまでとは思わんかったな。ちょっと強すぎるな。いくらなんでも。新鋭隊長。くっそ。超放った。急げ！職務
はそこまで来てるぞ。いや待って、どうしよう、マジでどうしよう、何から倒したらいいんやろ。うわ、おる。ちょっと待って、雑魚敵をさっき倒したで、こっから、こっからよ。よし、よし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 。で、でよ、義援がこの上におるけん、義援も倒したいんやけどね。なに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 、ちょっと待って、エグいな、エグいな。3撃目が弱い、3撃目が。あー、くそ、6回打ってしまった。うおー、危な。よしよし、攻撃力あるぞ。斧がある、斧があるけん、これで義援行こう。義援どこ、義援は、あー、くそ、いらんとこ行ってしまった。今だ、一斉攻撃。これってさ、多分ジムも食らうことない。食らわんかったっけ。よし、あ、強い。弓が強い。けど、弓は使えんけん、今は。うわ、よし、やばい、逃げろ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 。よし、もう義援はいい、もう義援はいい。義援をこのタイミングで倒したのはマジででかいよ。で、これでね、これで、長方のとこに行くけんダメなんですよ。なんやけど、ちょっと拠点だけは潰しとかんと敵がワンサが出てくるんで、拠点だけ潰させてもらおうか。走りながらね、馬折れたら、降りたらね、降りれたらめちゃくちゃいい。これいらん。いやー、くそ。よし、で。ちょっと待って。もう。もうこれがいらんねやな。ちょ待ってって、俺死んじゃうよまた。もううざうざ。よし、どけ、お前らもどけ。よっしゃ、落石が止まった。俺のせいか。よし、体力満タン。これで、これでもうここは無視して、で、さっきこれで単身長方のとこに行ったけん負けたんですよ。それが全部の失敗。
で、今度は、まあ、固く左上から倒しに行こっか。誰か死んだ？敵。仲間が。誰も敗走してないね。よし。ああ、ここだけでもう15分か。なかなかやな。しんど。これで、左上の敵倒して、で、左下も倒して、みんなで下を攻めよう。仲間大事ですよ、仲間。これさ、あれかな、やっぱ無双ゲージ上げる方がいいかな。なんかそんな感じするよね。無双ゲージがたまらんけん、やっぱ打破できんのよね。無双ゲージ貯めんとこか。天心だけ取ろっか。よし、援軍来ました、援軍。少ないなぁ。援軍が少ないなぁ。これで一気に攻めかっつ。本当はね、もう多分この時は曹操死んで、多分息子の曹丕が実権を握ったんですよ。で、芝居が、参謀みたいな感じで俺やけど。この作品ね、なんせ曹丕が、モブキャラやけんさ。多分芝居が総大将みたいになっとんだと思う。曹丕が総大将じゃなかったかな？普通に芝居が総大将か。よし、うわ、すっごい、すっごい心もとないしない。すっごい嬉しい。よし、誰かおるぞ。誰これ。馬隊か。よっしゃ。うわ、土兵が近いってほんと嬉しい。あ、強いな、土兵。味方でも強いな。で、こっちも拠点がおるんで、拠点は潰させてもらおう。さっき土兵。あ、やば、おるおるけど、無視。こいつら無視しとったら撃ってこんけんね、案外。これで拠点兵長のとこまで行こう。拠点さえ潰せたらとりあえずは大丈夫だと思う。来た、敵が来た、敵が来たぞ。後ろから回り込むぞ。よし、やばい。強いな。で、まあ、雑魚敵も倒しとくか、一応。時間かかりそうやもんね。土兵おらんね、土兵。土兵がおらんかったらとりあえず大丈夫。土兵がおらんかったら敵じゃないんや、こいつら。土兵のせいでね、全部崩れるね。マジで。ゲームバランスというか、そのこっちのセオリーが全部無視される。よし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 。巨長がおる。うわ、頼もしい。巨長がおるだけでこんなにも頼もしい。こいつ土兵やな。あ、いた。こーっしゃ、もうついでやけん倒しとくか。オッケーオッケー。オッケー。よし。よし。で、次は左下。あれ。あれ。次は左下を。ここまでで20分。なんて長い。ちょっとね、次の武将から、やめますわ。あれを。
何だっけ、無双ゲージ貯めるの。浮き傷を取らずに天心だけ取るわ。天心だけ取って、無双ゲージをなるべく短くしといて、じゃないとね、多分ね、これ、無双モード終わったら、4武器とか5武器の取得動画もちょっと上げようと思っとんで、多分難易度も難しいなってくるけん、多分相当強くなる。けん、多分打破するのがまあまあ難しいと思う。まあ簡単なステージやったらいいと思うけどね。多分そうもいかんけん。よし、拠点拠点。さっき拠点。えっ、助行を助けろ。助行を助けて、みんなで行こう。心配だ。この先が思いやられる。これまだ加工トンとかやけんいいけどさ、これ大凶とか小凶とかさ、やばくない？女キャラ聴覚とかめっちゃ心配ないけど、いけるかな。みんな上にいけんかな。まだみんなで行こうぜ。よし。新規もなんだかんだ戦っとるね。新規がおるんか。いやん。よし。けっ。よっしゃ。上行けるんじゃない？ぼちぼち。みんなで攻めないと。いや、ちょっと待って、土兵が気になる、土兵が。土兵おらんやん。こっち来い、こっち。来い。来い。よし。うわ、マジか、ガードされた。何が何でもゲンガンに当て続ける。うわ、全然ダメや。最悪。うわ、ドヘオル。ちょっとお前邪魔やって。うわ、ちょっと待て。どうしよっか。よし、土兵長をとりあえず倒した。土兵長を。いやー、邪魔っすわ先輩ら。マジで。よくそんな邪魔ができるよね、見事に。本当にやばい。ほんで、新規とジョコは何をしよう。あ、やば。よし。
新兵隊状態、最高最高です。よっしゃ、お前なんしょんぞ、新規。お前は絶対こっちに来て戦わないか。これで、あれこれいける、あ、いけるか。これで、あと本陣だけなんで、25分。長いね。40分以内に終わらせよう。誰かこれぐらいのステータスで、単身、一人で全部倒してほしいわ。どんぐらいかかるんか。多分めっちゃしんどいと思う。土兵がおるな。どっかにおる？おるね。うわっ！やばい。やばい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 。ちょっと待って。ちょっと待って。いやーやばい、なんか来た。ちょっと待てって。えぐすぎる。一つだよ。あ、新兵隊長おった。オッケー。新兵隊長おるならいい。お前じゃ、お前を先倒させろ。お前いいけん、敵んとこ行けって。よし。よっしゃ、よっしゃ、行くぞ。素晴らしい。素晴らしいです。よし。やばい、狙ってきよる。あいつ狙ってきよる。オッケー。やばいな、いらんことしたな。いらんことした。あー、もう。長い、リーチが。よし。また援軍が来た、援軍が。援軍が来た。これで一気に攻め勝つ。なんやけど、一旦ね、こっちのボス倒すか。観光。かんなぁ。よっしゃ、攻撃、攻撃。よし。打ち取ったり。お前らな、本当にさ。こいついかんなぁ、こいついかんなぁ。この、なんか損箔みたいなやつ。よし。で、ここはもういいや。ここはもういいんで、あとは、あと右下にも長方おるんか。あ、でも長方も、虫の息やね。一人しかおらんかも、あいつ。土兵が多分おらんな。まあ、なかなかいい感じになっとんじゃない？多分。30分。無理やな。あと10分は無理や。
ここはもうちょっと我慢してもらって、で、めっちゃ喉鳴るんよ。お腹いっぱいなんか食べた後ってさ、喉鳴らん？俺、めっちゃ喉鳴るんやけど、なんか、息とか吸った時にさ、なんかぐる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 音が鳴る。高所。よし。打ち取ったい。あとは、なんかおる、あっちに。土兵は？来た。キリンジ。誰が相手でも負けるものか。勝負だ。弱いんよな、こいつは。うわ、土兵がおる。やばい。上か。ちょっと、キョイ来い、こっち。こっち来い、キョイ。こっちで相手してやる。よっしゃ、オッケーオッケー。立ったまま攻撃がやられるよりいい。いや！いやいや、うわっ、お前、くっそ、 OK、 よし、脅威倒して、あとは右下の長方倒すか。あ、消してしまった。ああ、今回は勝てそうやね。さっきやった時は結構、ボコボコにされたけど。やっぱり仲間がいるな。どんなにしても。仲間がないとこのゲームは成り立たん。孫霊が諸葛亮軍団の流れでしたっけ？くせ者め！見られたからには、死んでもらう！いや、お前から来たんやで、今の。今の俺か。何こいつ、こいつら忍者みたいなポジション。貢献って。王権？よし。あ、そうか、芝生もモブか。この段階で。いや。けい。こんぐらいの楽さで倒したい。土兵を。強すぎる。やばいね。やっぱ五条弦とかマジ無口になるわ。全然喋れない。むずすぎるもんな。余裕ないわ、みんな。へいこらへいこら喋れんよ。それぐらいエグい難易度が。俺がヘボいだけかもしれんけどね。けど、本当に上手い人はマジで上手い。全然だって攻撃当たらんもん、できない。しゃ、OK、あとはもう、ひたすら仲間となぎ倒していくしかない。うわっ、天意もしんどいね、これ。天意は、
どこで死んの？炎上で死んだんだっけ？炎上の戦いで双方を奇襲されて、守って死んだんやったかな、確か。よっしゃ。あれ？仲間は何をしてるの？これこそ超甲冑か。甲冑も結構戦乱狂よ。こいつ戦い大好きやもん。やばい。よし、来た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 、仲間来た。素晴らしい。よし、打ち取ったり。もう十分十分生きたわ。よしよっしゃ、オッケー。だいぶ楽よ。仲間がおったら違う。芝居も進行してきよるな。やばい、1000人これいかんか。1000人はいかんか、さすがに。この倒し方でも。もっと最初からね、拠点潰さずに敵を倒しよったらそんぐらいいくけど。よし。ってことで。よっしゃ、あとちょっとや、あとちょっと。左の敵がちょっと残っとるけど。やばい。やばい、やばい。いや、なんかおる。どっから、どこにおる、まだおる。お見事です。おらんよね、土兵。土兵どこにおる。万策尽きたか。よし、諸葛亮がテンション下がってる。義軍側やると、なんか諸葛亮の挑発はないんや。逆に挑発し返すみたいなやつ。諸葛亮じゃないわ。馬体じゃないわ。誰だっけ、芝居は、めちゃくちゃ挑発に乗るけんさ。頭悪いけん。にゃん、いやん。よし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 。よっしゃ、いい感じやね。よっしゃ、諸葛亮倒そう。この諸葛孔明、知略のみではありません。嘘ばっかりや。嘘つかれん。知略のみじゃない、あなた。
雑魚的に入る隙を与えない。あれ、やばい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 、回復はさせませんよ。いけ、またか。うい、三個の霊に答えぜ。違うっけ。殿、ほら、三個の霊にお答えできず道半ばで行くこと。よしよしよし。あ、でも40分、41分や。いい感じ、いい感じかな。これは普通に長いよ。なんとか40分ぐらいで倒すことはできた。とりあえず。よし。あー、しんど。ありがとうございました。長かった。難しすぎるわ。これで5個ってやばすぎる。切れるんだ。弱い。あ、ちょっと待って。あ、選べんのかも。まあ、いいんじゃね？オッケー。ってことで、過去現状の無双モードがこれで終わりやね。よし。あー、長かった。よかった。とりあえずここが終わったら終わります。ちょっとね、長くなりすぎたね。42分。どうしよっかな。ちょっと編集しよっかな。移動シーンとかちょっと編集しよっか。いやー、どうやろ。別にいいかなとも思っとるよね、別に編集せんでも。いや、僕のね、基本的にこの YouTube 投稿は、どっちかといえば、あの、なんかそのプレイを見てほしいわけじゃなくて、まあ、プレイも見てほしいっちゃ見てほしいけど、単純にね、僕は趣味でやりたいゲームがいるだけなんで、なんか寝ながらちょっと BGM 聞くぐらいでもね、別にこれぐらい長くても、まあ、いいっちゃいいよね。これで五色は滅び、ほどなく天下の、何あれ、構成。義のもとへと帰して天下は一つとなる。よっしゃ。ということで、まあ、編集はね、しません。じゃあ、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。おやすみなさい。